ゴリ場の初日なんてすっごい前の感じがするけど、言うて2年前なのかって感じで、船がなくなってしまうことを今日すごい実感しました。なんか改めて振り返ると、だってもうあと7件のうちの1件終わったから、あと6件のライブで終わっちゃうからね。あ、でも空花の生誕祭があるか。え、空花の生誕祭船ですよね。空花の生誕祭があるからあれだけど、プラス1回だ、空花に感謝。すごい不思議な感じですよね。なんかエディオンの上とか、エディオンホール、なんか2期生とか、あと課外活動とかでやってたエディオンホールに壁紙とか貼ってるから、なんかあそことかなんかね、有効活用できないかなって思いますけど、まあ、そんな簡単にはいかないですよね、きっと。エディオンは立ち見が優勝できる、確かに。いや、私はでもファンの人がついてきてくれる選択を常にしていきたいなって、していきたいって、私が決めることじゃないけど、する STU でありたいなって思いますね。結局ファンの人がついてきてくれなかったら、なんか超寂しいし意味ないから、ファンの人がいないとね、活動できないですから。本当にこのコロナ禍の間、ファンの人よくこうモチベの変動はあったと思うけど、よくここまで、今もこの瞬間も、もう応援してくれてることがマジで奇跡だと思ってるから、私はほんまにありがとうございます。多分このお話し会だからいないとかもあると思うけど、現場派だから、このコロナ禍の間でこう、なんかそういえば見なくなったなっていう、多分おたともさんとかもいると思うんですよ。そのおたともじゃなくても、なんかわかんないけど、その中で私もそれをめちゃくちゃ覚悟してたんですけど、このコロナ禍で、そういう中でもこうやって STU を応援してくださっていることがすごい感謝。テレビ電話でね、逆にテレビ電話だから、オンラインだからこうファンになりましたって人もいて、それも逆に出会えたから、まあ、いいところもあったけど、やっぱ喪失感もあるじゃないですか。その中ね、います。だから本当ショールームがあってよかったし、そうそう、ツイッターとかメールとかあってよかったなって思う。この SNS 時代、 SNS で苦しめられることもあるけど、 SNS 時代のアイドルでよかったなって思うな、このコロナ禍特に。また握手会しましょうね、いつか。ほんと福ちゃんちゃんとしてる、え、ちゃんとしてないよ、ちゃんとしてないけど、でもある程度は
22歳だから言うて、みんな私のことまだ18歳のままの目で見てるでしょ。わかる、私もアリちゃん入った時のランドセルの姿のままでまだ見てるとこあるから、入った時のままで割と止まってるけど、実は22歳になったんだそれは昔よりはその多少はちゃんとしたのかな、わかんない。明日のお話し会は明日12時からだから、何時に起きようかな、9時半に起きます。目覚ましかけよう。9時半、サインある、明日サインか、サインあるのかな。マイハとお揃いの日か、ありがとう言ってくれて、朝配信するしよっか、え別にしど、えどうし、あ待ってしない、えどうしよう、しようかな、わからん、ツーショットのみ、あサインないんだ明日、待って明日マイハとのお揃いのやつか、ありがとう、忘れてはなかったけど言ってくれてよかった、ありがとうありがとう。明日マイハとお揃いの服着る。わ、髪飾り結局作ってない。この前ショールームで作って、これで終わってる。ああもういいや。なんかカチューシャとかつけよう。サインは全部別日。ああなるほどなるほど。ありがとう。もう今月はサインないのかじゃあ。落ち着け22歳。明日マイハ、このカツラは合わないか。明日は普通の地毛で毎日地毛だけど、明日どんな髪型しようかな。休憩中のショールームはなんかやりたいけど、なんか会場の空気的にできないな。三つ編みかな、やっぱ今の髪型素敵、本当めっちゃもう適当ですよ。ツインテールあり、午前中を、あでもハーフツインもちょっと最近一人自分でやってないかな、午前中ハーフツインにして午後三つ編みにしよっかな。そうしよう、そうしよう。19日の賞味期限だったらいけるよね。でもよかった、なんかマリーナも前向きって言ってくれたし、ふーちゃんもなんか話してくれた時に前向きだよねって言ったら前向きって言ってくれたし、なんか救いを残してくれてる。いる、そっか、地元でできるのか卒業公演。私やるとしたらどこかな、フェスタハレとかかな。モンスターでもいいな、カホタルとの思い出。カホちゃん会いたい、カホタル、午前中ってか前半戦。ハートありがとう。カホちゃん会いたいよ。
あ、めっちゃ醤油、醤油の匂いが。納豆。お腹すいた。なんか今日夜の仕事、なんか微妙な時間だったから夜ご飯食べずに行ったらめっちゃお腹空いてて、あつつつつつつ。でもなんかツイッター更新したりしてたらすぐショールームしようとしてた時間になっちゃって、なんか食べるタイミングを失ってたからちょっと今失礼しますね。お腹空いてた実はずっと。北大西洋上空機構NATO。よく太らないね。いや太るんよ、顔と二の腕から太っていくけん。ちょっと言ってね、私が太ったらマジで。いやたまに言ってくれる人いるけど、ファンの人でなんか福ちゃん超えたねって言ってくれる人いるけど、まあマジかそういうこと言うのって思うけど、全然助かる普通に。嫌な言い方じゃなければ全然。ありがとうミラーボール。あ、ミラーボールありがとう、いつもより多く回っております。言っていいパターン。だから私に直接言うのはいいよ、でもなんかで直接しかないけど傷つかない言い方わからん。別にそんな傷つかんけん私割と何言われても全然太ったぐらいはいいよ、逆にありがとうってなるから。これぐらいでいいですか？もうちょい？お太りになられましたね。言い方そういうことじゃないし。子さんの特権は別にそんなことない。直感直感。ミラーボールはこうやって回っているのか。あ、でもだいぶいいんじゃない？どうよ。ミラボありがとう。ご飯にかけていきます。もうこれが至福の時ですよ。お腹をもう結構極限まで空かした状態での納豆ご飯、これがね染みるんですわ。あ、ユミリンの沸騰ワードでん見るの忘れた。どうだったユミリン、頑張ってた？あつつつつ、実家で録画してる。ちょっと滝野由美子、滝野由美子でちょっとなんかスクショとか上げてるのかな、テレビの滝野、なんかもう親心なんだけど、ちょっと沸騰ワード10、どこどこ、滝野由美子、ああ出てるじゃん、髪前髪短くね、可愛いんだけど、わすげえ芸能人だ。やっぱこの芸能人の中に入っても見劣りしないこの美貌、かわいい。あは、前髪短くねえ、滝野さん。かわいいんだけど、マジで。赤ちゃん。赤ちゃんだね。やめる、赤ちゃんだね。かわいい。めっちゃかわいいやん。すげえ緊張したって言ってたもん。あかり、あかり、つって。みんな芸能人だったって言ってた。あなたも芸能人だよ、このコメント欄みたいなこと言ってた。すげえ。すごいなあ。あんこは知らないんだろうな、ゆみりんが芸能人って。熱い熱い、とっても熱いわ。いただきます。本当はスプーンで食べたいけど、ショールームだけ大人ぶって箸で食べます。いただきます。
あ、お腹すいた。にゃんすけはね、芸能人、なんかこいつはなんかやっとるやろなって分かってるよ。だってショールームつけたら、あ、ショールームですね、分かりました、私が可愛くぶりますよって来るもん。 にゃんすけさん、俺の出番かなーって来る。すがやろ。いやでもマジで春休みだったな、この1週間、実家でマジで何も考えずに過ごしてた。ミラボありがとう、嬉しい。なんで音符やねん。福田ルームのギフトの使い方意味わからんすぎて好き。ああ、ごちそうさま。めっちゃ顎がベタベタする。捨ててこよう。ごちそうさま。納豆最高。発生してないんですけどね。あ、そうだ、みんなに言いたいことがあるんだ。今日みんなにちょっとお礼したいことがあります。みんなへのお礼があります。そうとさ、これは言わなきゃいけないと思ってたんだよ。なんとですね、とあるものをいただきました。じゃじゃーん。あれです、ホワイトデーのお返しです。みんなからのホワイトデーのなんかギフト、ハートのクッキーのギフトを何個投げると
なんか達成みたいなやつで、なんか豪華スイーツプレゼントみたいなやつがあったじゃないですか。それでその豪華スイーツプレゼントが届きました、ショールームの。千引き屋って書いてる、千引き屋のオンラインアイスクリームギフト。え、オンラインってどういうこと？食べあーんってこと？誰かあーんしてくんのかな。そう、ありがとう、千引き屋もらいました。なんだろう、お引き換え商品、何がもらえるのかちょっと分かんないんですけど、何がもらえるんだろう。あ、オンラインだ、だから店舗じゃなくてここで申し込んで送ってもらえるんだ、アイスを。アイスクリームセットかシャーベットセットか、アイスクリームシャーベットセットか、バナナアイスクリーム&バナナアイスクッキーサンドセット。1,2,3,4,5,6、え、10個入りだよこれ全部、やば。カタログギフトだね。え、どれがいいと思う？アイスクリームセットはバニラアイスクリーム3個、バナナアイスクリーム3個、ストロベリーアイスクリーム2個、チョコレートアイスクリーム2個、ココナッツアイスクリーム2個、あ、多いちょっと。でシャーベットセットはマンゴーシャーベット2個、メロンシャーベット2個、ピーチシャーベット2個、オレンジシャーベット2個、レモンシャーベット2個、リンゴシャーベット2個。わ、これいいな。でアイス&シャーベットセットはバニラアイスクリーム2個、バナナアイスクリーム2個、ストロベリーアイス2個、メロンシャーベット2個、ピーチシャーベット2個、リンゴシャーベット2個。でバナナアイスクリーム&バナナアイスクッキーサンドセットはバナナアイスクリーム6個、バナナアイスクッキーサンド6個。でも私バナナダメだからバナナはいいや。どうしよう、シャーベットだけに行くかアイスだけに行くかコラボするか。やっぱコラボレーションじゃないね。もやっぱでもコラボレーションだよね、シャーベットとアイスの。アイス決めよる、両方のやつにしよっかな。リンゴシャーベット気になるし、両方セット。え、アイスセットが一番でも量は多いんだよね。でもバナナアイスいらないし、ココナッツアイスもいらないかな私的に。だからシャーベットも入ってるやつにしよっかな。バナナアイスクリーム2個は葵ちゃんにあげよう。メロンシャーベット2個、ピーチシャーベット2個、リンゴシャーベット2個。両方食べたくないですか？冷凍庫の量、冷凍庫買う？冷凍庫だけ冷凍庫だけ買う。え、これ今買えるのかな。ご紹介するオンラインアイスクリームギフトはお手元のカードとアイスクリームギフト1点を専用ウェブページにてお引き換えいただける新しいギフトサービスです。あー、すごい、こんな感じ。アイス&シャーベットにしようか。ちょっと今頼んでみるね、両方いけるやつにする。だって10個ぐらい入ってるからどっちみち。これをこれをめくって、あ、このシリアルコードをね、ちょっとみんなにもらった、みんなにもらったアイスを頼むよ。
いつ届くようにすればいいんだろうか。お話し会の時届いたら困るから19日の予定。19日だな。そう、見せたらみんながこれで頼んじゃうから。ほっ。お引き換え商品一覧へ。シャーベットセット注文する。ギフトか、ギフトコードも自動で入ってるよ。すごい。名前福田あかり、お名前福田あかり、電話番号言っちゃダメ、メアド、福メールのメアドでいいかな。郵便番号いつまでたっても覚えれん。あ、21日以降しか申し込めない。むむむ。21日は東京にいるのか。みなみとのやつで、あ、みなみとのサイン本今日までだった、今日までだったんで、申し込んでない人はみなみとのなんか4周年のサイン本ぜひ申し込んでください。ツイッターで引用リツイートしておきました、 2,3 日前に。22ぐらいにしとくか。あれ消えた、最初からだ。わーい、ありがとうみんな、アイス嬉しい。なんかアイスってさ、いいやつってさ、あんまさ、なんか買わないけどさ、もらったらめっちゃ嬉しいやつだよね。めっちゃ嬉しいわ。なんか QR コードってさ、外すとさ、なくなるくない？え、私何日って言った？21、22。え？みなみとのやつ何日だ？ 21？22 って言った？ 22 か、ありがとう。22、22って言った？ありがとう。22にしよう。よし、確認する。確認、アイスクリーム&シャーベットセット注文する。お、注文できた、イエーイ、ありがとう。これでアイスが届く家に。メンバー呼ぼっかな。わーい、みんなありがとう。ショールームで店びらかしながら食べるね。みんなのおかげでアイスをゲットしました。すごい、絶対いいやつだよね。なんか千引き屋って私聞いたことあるもん。あんまりお菓子屋さんとか詳しくない私でも聞いたことあるから、千引き屋ってきっといいやつなんだと思う。ありがとう。嬉しい。え、お高いの？高級フルーツ屋さん？おお、自分で買えないやつだ。嬉しい。ありがとうみんな。ファンの人にホワイトデーをもらったのは、ホワイトデーのお手紙？お手紙？ホワイトデーの
こう食べ物をもらったのは初めてです。嬉しい。何万もする高級メロンが売ってんの、やば。じゃあきっとさぞ美味しいシャーベットなんでしょう。ザギンの高級フルーツ屋さん、東京っぽい。みんなからもらっちゃったラブを、ありがとうございます。え、ダッツより高いの？ワクワク。みんなからのハートをもらいました。ありがとうございます。届くの楽しみ。早いね、もう来週届くんだ。アイスとシャーベットどっち先に食べよう。どっちがいい？でもさっぱり系先に食べた方がいいのか。だから待って、何味と何味だっけ。シャーベットがメロンとピーチとリンゴか。でアイスがバニラとバナナとストロベリーだから、バナナはちょっと置いとくとして、でもまあリンゴでしょ。まずリンゴシャーベット食べてバニラアイス。いやでも白白だな、ストロベリーアイス。あー、ちょっとでも2種類食べ比べとかしたいな。でもバナナアイスクリームが人気ナンバーワンだって。楽しみ。カタログギフトいいな、夢広がるよ。夢も膨らみ腹も膨らむ。1個500円もすんの、やばー。むせた。未知なる世界すぎて自分じゃ買えない、買えないっていうか、アイスに500円出す余裕はないって感じ。すごい嬉しい。ワクワクしてきたぜ。じゃあ一口20円ぐらいすんのかな。メロン1個16,000、やば。ダッツ2個いけるね。ハーゲンダッツのことダッツって略すの。何、さっきから何人かいるんだけど、流行りだしたもしかして。アイスありがとう、みんな。嬉しいぜ。千引き屋いいな。カタログギフトって楽しいんだな。私カタログギフトって初めてだかも。カタログギフト初かもしれない。日本郵便から LINE が来た。土曜日にお届けされてもちょっといないな、明日変更しとこう。引き出物が多いのか。ちょっとまだあんま結婚式とか行ったことないからさ、わかんないから。引き出物ね。髪の毛が元に戻ってるので安心しました。そう、すぐ伸びるの、日本人形ばりに。
抹茶食べられないけど抹茶入ってないけん問題ない。さっき見たらショートだったのにでしょ。すぐ伸びた。成長期成長期。黒染めしたし人形は伸びたらいかん。確かに何かギフトカタログ楽しいな。今度メンバーとかに何かさ3000円とかでさギフトカタログとかあげれるよね多分。そういうのとか良さそう。やってみようかな今度誰かに。3000円じゃ選べないか。5000円ぐらい出さないとダメ。もうメンバー1人に5000円あげてたら破産する。でももう全然いいけど3000円ぐらいであげれる。楽しいよね多分。選ぶのが楽しいよねきっと。あ、甘ギフとかであるんだ。いいよ。なんか私結構自分の中の必要経費として他人にあげるプレゼントって結構割と何だろう奮発しちゃう。人にあげるの好き人に何かとプレゼントしがち。私オラにもくれ笑顔のプレゼント。え さっきのショートが好き。あ、本当？たまにやるね表さんとちゃうってなってるもしかして香川で髪切ったけど美容師さん有能だったな。結構いいぞ。普段は広島でも広島のいつも行ってる美容院の人がね店舗移っちゃって違うとこに。でその移った店舗がなんか私があんまり好きな系列じゃなく店舗に行っちゃってなんかうーんってなってるからちょっと変えたくて変えようって感じ。美容師さんってでも移った店舗教えてくれるんだってなった。系列の違い？系列の違いとかはないけどなんか行ってうんってなったとこの系列ってだったらちょっとやだなって感じ。何なんだろうね。だからちょっと探します。広島でまた香川で切ろうかな。でもこのフラット行った香川で適当に行った美容院が結構良かった。
疲れんこん。いや、かりんご美容室はひげ剃れない。確かに美容室じゃないとダメなのか。眉毛とか買ってもらえるのか、美容室のか。指名で行きたいけどね。眉毛カットはいいね。でも男の人とかって結構眉毛出てるもんね、いつも。私は割とさ、前髪あるからさ、まあ、眉毛はさそれなりでいいかなって感じですけど、男の人とかは眉毛結構丸出しって言ったらあれだけど、出しっぱの人が多いから整えてもらったりしたらテンション上がるよね。眉毛と髪型で変わりますからね、人の印象って。眉毛出しっぱ眉毛は大事よ。理髪店で若い女性の美容師さんいる？テンション上がるじゃん。眉毛はプロに任せた方がいい大事だから。ランキング見ます。かんちゃん、配信ありがとう。今日も一日お疲れ様でした。お疲れんこん。りょうにゃ、あかりんやめないで、大丈夫だよ。ゆなにーた、ありがとう。うーた、カタログギフトは何欲しいかよくわかんない人にあげるときに楽。大人だ。どこで売ってんだカタログギフト。あつ、ありがとう。やしげキロングの福ちゃんもやっぱり可愛い。福ちゃん天才、何でも褒めるやん、天才。たんやらしい短髪福田可愛いね、グッドナイ、びっくりでも好き、優しい短髪でもいい。どうも福ちゃん推し2周年、いつも福ちゃんの願い助けられてます。魅力ながらでもずっと福ちゃん推し続けます。ありがとう、嬉しい。じゃ船と同じぐらいの周年だね、すごい記念だ。七リバー、ありがとう。カツヤ、ありがとう。テンギス、夕方の配信覗き見するだけやったのに、あまりのボーブの可愛さに20分ほどサボってしまったよ。上司にどこ行ってたって言われた。やば、怒られるじゃん。ふくふくしてましたって言わなきゃ。ブーちゃん、味方マテン、配信ありがとう。カタログギフトを無邪気に選ぶ福ちゃんが微笑ましくて、冷蔵庫のアイス食べました。もう食べたの先に。上質な睡眠をね、ありがとう。1位はお金持ち先生、福ちゃんはまだいるのって言われるまでいて何歳になったら言われるかな、分かんないけど。でもまだ、まあまだいるのって言われる、いつ言われるのかな。そんなこと言わないでほしいな。言うなら陰口で言ってほしい。直接言われたらちょっとガーンってなるかもしれない。言うならこっそり言ってください。はい、というわけで、私が福田はって言ったら瀬戸内って言ってください。鬼は外、福田は下内。サンドの召し上がりどんな決まり。香川県出身の福ちゃんこと福田あかりでした。皆さん今日も一日ありがとうございました。お疲れ、今日おやすみ、みんでみです。1週間、平日1週間お疲れ様でした。よく乗り切りました。過ごしやすい気温で良きな、良きですね。皆さん日焼け対策はそろそろ始めてくださいね日焼け対策重要です。明日はお話し会12時からです。券取ってる人はぜひ遊びに来てください。押し増しとかもできるのかな、わかんないけど、もしそういう感じができればぜひ遊びに来てください。明日はマイハッチと
お揃いの髪の毛です。髪の毛格好です。そして広島テレビが映る方はこのあと0時30分から中電通金曜深夜が始まりますので、ぜひ見てください。それではお疲れんこ、おやすみみずみです。ありがとうございました。またね、おやすみみゼミ。